はい、こんにちは、116ウィンズです。過熱する FA 市場に対してトレード市場は割と穏やかな状態が続いていましたが、今日ブレーブス、アセチックス、ブルワーズ間で合計9人の選手が絡む大型トレードが成立しまして、その中でブレーブスがアセチックスのキャッチャーショーン・マーフィーを獲得しました。マーフィーのトレードについては、昨年オフにアセチックスがチーム解体に動き出した時から話は出ていて、でコンフ・マーフィーが年俸調停の資格をゲットしたことから、まず間違いなく冬の間にトレードされるだろうと言われていましたよね。マーフィーの獲得にはカージナルスやガーディアンズなどが興味を示していたとされ、このうちカージナルスは先日 FA 市場の目玉キャッチャーであるウィルソン・コントレラスと5年契約結んだことから、次に動くのはマーフィーだろうと予想されていた中で実際にトレードが決まったと。ただブレーブス移籍はちょっと驚きで、なんならアセチックスのデイビッド・フォースト GM 曰く、マーフィー本人もアトランタという行き先には驚きだったくらいです。今回はこちらの三角トレードについてもう少し詳しくお話していきます。はい、では今回のトレードで各チームが獲得した選手を見ていきましょう。ブレーブスはアセチックスからショーン・マーフィーを獲得。アスレチックスはブレイブスから若手のカイル・ミューラー、ロイバー・サリーナス、フレディ・ターノック、ベテランキャッチャーのマニー・ピーニャの4人を、ブルワーズからエステオリー・ルイーズの計5人を獲得。ブルワーズはブレイブスからウィリアム・コントレラスとジャスティン・イエーガーを、アスレチックスからジョエル・パイアンプスの計3人を獲得しました。9選手をいろんなチームに動かす非常に複雑なトレードとなりましたね。まずは今回のトレードのメインであるマーフィー獲得に成功したブレーブス側から見ていきますが、マーフィーの加入によって次のレギュラーキャッチャーを確保した格好になったのかなと。今季148試合で打率2割5分、ホームラン18本、 OPS7 割5分9厘、 WRC プラス122とキャッチャーとして平均以上の打力を持ち、今季再建中のアセチックス打線の中軸を担ったマーフィーは、同時にフレーミング、盗塁阻止の良さなどから守備面の評価も非常に高く、攻守に貢献が見込めるキャッチャーです。マーフィーレベルに攻守のバランスがいいキャッチャーとなると、あとは JT リアルミュートですとか、アドリー・ラッチマンですとか、まあこういった選手ぐらいしかいませんので、当然こういった選手たちコンフ動くことはありえませんので、バランスのいいキャッチャーという意味ではマーフィーがコンフナンバーワンであったと。また現在28歳とまだまだ油が乗った時期で、これであと3年間もチーム側に保有権がある点も嬉しい。ブレイブスにはトラビス・ダーノーがいますが、オプションを行使しなければ彼との契約は来季が最終年であり、また来季が34歳のシーズンとぼちぼち衰えが来る可能性もありますから、見返りは決して安くはないものの、早くも次の正捕手を確保してきたと。昨年のオルソンに続いてマーフィーと契約延長する可能性も考えられそうですよね。来季はひとまずマーフィーとダーノ、レベルの高い2人のキャッチャーを抱え、2人とも DH でも問題なく務まる程度のバッティングできますので、うまく併用していく感じでしょうか。なんとも豪華なコンビです。ただそうは言ってもブレイブスがマーフィー獲得を実現させてきたのはやはり驚きではありました。ダーノーがいて、さらに今回ホースとなりましたがコントレラス、ピーニャもいましたので、普通に考えたらマーフィー獲得に動く必要性はないですからね。そこをブルワーズも絡ませ、キャッチャーのダブつきを解消してまで取ってきましたからね。推測ですがブレイブスはダーノーと一緒に組ませるキャッチャーとして、特にコントレラスの打力は評価しているものの、守備面のマイナスを嫌い、マーフィーのトレード交渉でできればコントレラスをメインのピースにしたかったものの、アセチックスの方はシェーン・ラガリアーズを正捕手に据えたい考えで、コントレラスにさほど興味がなかったから3チーム目としてブルワーズも入れ、アセチックスが気に入るプロスペクト、ルイーズを相当気に入っているみたいですが、彼を提供してもらってトレード成立にまで至ったという感じでしょうか。ブレイブスは今季101勝で地区優勝できましたが、同地区ではメッツとフィリーズがまたも補強に積極的に動いている状況ですし、地区6連覇へ向けてわずかな隙も埋めてくるアグレッシブな補強となった印象です。一方でマーフィーを手放したアセチックスは、昨年のオルソンのトレードやヤンキースとのモンタスのトレードなどでもそうでしたが、 MLB レベルに近い若手を今回も優先して獲得してきた感じですかね。フロントとしては可能な限り早く再建を終えて、再びコンテンドできる体制を作ろうとしているのではないかと。最もプロスペクトとして評価が高いのはブレイブス参加ナンバーワンのカイル・ミューラーで、90マイル中盤の速球に加えてスライダー、カーブが持ち味の201センチの長身左腕。MLB レベルではまだ結果を残せておらず、また制球面に課題を抱えているとはされますが、今季はトリプル A で4球のペースがだいぶ落ちましたので、これが MLB でもできればといったところ。ブレイブスでは難しくとも、アセチックスでは先発でじっくり育成してもらえるでしょうから、そこで才能が開花するか。2人目はブルワーズから来たエステウリー・ルイーズで、今年のトレードデッドラインでヘイダーのトレードでパドレスから来たばかりの外野手、マイナーで今季85盗塁を記録するなど圧倒的なスピードが魅力の選手で、化ければ非常に高いポテンシャルを秘めていますが、バッティングがまだまだ発展途上で本当にここ次第。マイナーでは打っていて今季アプローチにも改善が見られますが、打球関連の指標はあまり良くはないとされています。
マイナーではセカンドもかなりプレイしてきましたが、アスレチックスでは外野起用が見込まれています。3人目のターノックは2017年30名指名を受けた24歳で今季 MLB デビュー、平均95マイルの速球に効果的なカーブを持ち、マイナーでも結構空振りは奪えているみたいですね。今季マイナー106回3分の2を投げて124奪三振、全打席に占める奪三振の割合は 27.2%、 なかなか高めです。4人目のサリーナスはもう少し荒い感じで、最速98マイルの速球とスライダーを生かしてマイナーで通算の K パーセントが 35.6% とめちゃくちゃ三振奪ってきていますが、コントロールがまだまだ課題。ブルペンでなら将来的に面白い選手になってくるかもしれません。これに加えてベテランのピーニャをおそらくランガリアーズの控え兼メンター役として連れてきたと思いますが、まあマーフィーほどにトレードバリューある選手を放出しながらも、見返りは割と控えめと言いましょうか、いわゆるザ・トッププロスペクトみたいな選手はいませんが、とにかく自分たちが好きな選手を連れてきた印象です。この MLB レベルの才能を優先する路線の結果が出てくるのは数年後でしょうが、この時アスレチックスはどんなチームとなっているでしょうか。そして3チーム目のブルワーズ、メインのチームではないんですが、多分このトレードで最も得したチームだと思っています。なんせルイーズ一人で今季オールスターに選ばれたコントレラスを獲得するばかりか、さらにブルペンで便利に使えそうなパイアンプスとマイナーのリリーフももらったと。ブルワーズは予算に制約を抱えながらもキャッチャーの強化を目論んでいたとされ、今季97試合で20本、 OPS8 割6分 WRC プラス138、そしてウィンザーボリプレイスメント 2.7 のコントレラス獲得は最高に近い答えなんじゃないでしょうか。もちろんコントレラスの守備に疑問符はつくんですが、現在24歳で来季からあと5年間も保有でき、プレミアムなポジションを守りながら打てる選手はそうそう獲得できませんから、打てるけど守備はちょっとみたいなキャッチャーといえば、ブルワーズは3年前にもマリナーズからオマー・ナルバエスを獲得して、でブルワーズ来てからみっちり守備を鍛え上げた実績もありますので、おそらくブルワーズ側はコントレラスについても同様にできるだろうと自信があるんでしょう。守備が一定以上の水準になればチームのコアになれる、そうでなくともバッティングでチームに貢献できる、そんな選手をブルワーズは非常に安く獲得することができたのではないかと思っています。という具合に各チーム別に見ていきましたが、全体の感想としてはブレーブスはキャッチャーというポジションで確保するのが難しい、攻守に優れた選手を今回獲得することができ、アスレチックスはまあ少々独自色が強い印象を受けつつも、 MLB に近いタレントを手にして着実に再建を終えようと前進しました。ただアスレチックス側の結果がどう出るかは数年待つ必要がありますけどね。で、3チーム目として絡んだブルワーズはこの両球団をつなぐ存在としてトレードに絡み、大きな見返りを得た非常にうまい立ち回りのようにも思いました。成立時点の印象はこんなところですが、果たして将来見返した時にこのトレードはどのように映るのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。